ンテイメントグループである。以前は、ストロベリープリンスが交渉であったが、現在では、ニュース記事等においては、略称である、ストプリが、交渉として使用されている。2016年6月4日に、リーダーの七森が、発起人となり結成。主に YouTube、ツイキャスなどを中心に、楽曲配信、ウェブ上での生放送、ステージライブと多岐にわたって活動している。 生ライブと握手会を除くウェブメディア出演においては、各メンバーの姿は、イラストキャラクターで表現されている。顔を出さない理由は、学生時代にインターネット上で顔を晒すのは危険だと教わってきたから。リーダーの奈々森によると、ライブと握手会以外で顔出しをする予定はない。ストプリのリスナーのことは、ストプリスナーと呼ばれる。 2021年10月時点で YouTube での動画、総再生数が45億回を突破している。特に名器がないプロフィールは、ストロベリーメモリーによる。公式ペアは、サトミコロン、ルート、リーヌと共に3人で信号機組や子供組と呼ばれている。グループの活動の他には、主にゲーム実況者として活動しており、スーパーマリオメーカー、バカゲーなどを実況する。 公式ペアは、サトミコロン、ナナモリ、ジェルと共に3人で大人組と呼ばれている。最年長メンバー。グループの活動の他には、ゲーム実況をしていて、主に、アイデンティティブ第五人格、マインクラフトを実況している。また、第五人格1周年を記念したオリジナル曲、コード暗号解読マイナスでは、ルート、ナナモリ、と共に、初めて作詞に挑戦した。 公式ペアは七森、ジェル、里見、ジェルと共に3人で大人組と呼ばれている。ストプリのリーダー、グループ曲の作詞を担当することも多々ある。メンバーのアルバムのプロデュース、STBR の代表取締役など、裏方の仕事も行っている。p ル様、などのストプリ以外の人物のグッズ、CD なども STBR で務めている。公式ペアは、ルートリーヌ、 リーヌ、コロンと共に3人で信号機組や子供組と呼ばれている。最年少メンバー。自身のオリジナル曲をはじめ、グループやメンバーのオリジナル曲の作詞、作曲なども手掛ける。オリジナル曲、歌ってみた動画ではミックスを担当することもある。グループの音楽担当。公式ペアは七森、ジェル、里見、七森、と共に3人で大人組と呼ばれている。 グループの活動の他には、主に、エンイさんシリーズと呼ばれる乙女ゲーム風、オリジナルアニメ動画を投稿しており、自身の YouTube チャンネルの登録者は180万人を超える。また、自身のオリジナル曲では作詞、作曲をすることもある。公式ペアは、ルートリーヌ、コロン、ルートの3人で信号機組や子供組と呼ばれている。グループの活動の他には、 主に歌ってみた動画、オリジナル曲、オリジナルアニメ動画を投稿している。オリジナル曲の君の方が好きだけどで作詞に挑戦して、以来、何度か自身のオリジナル楽曲で作詞を担当している。また、恋犬名義で声優としても活動している。フルアルバムミニアルバムサニーサイドアップからの出版。 テレビラジオ2021年8月3日より、タケノコの里いちショコラの発売1周年と、ストプリ5周年を記念したキャンペーンの一環として、明治、キノコの山いちショコラとコラボを実施。ありがとうございます。